改良住宅とは、北海道防寒住宅建設等促進法、公共建築物耐震対策推進計画、不良住宅地区改良法 -1960 年及び、それを引き継いだ住宅地区改良法以降により建設された賃貸住宅、公的賃貸住宅の一種である。目的は、防寒、耐震、スラムクリアランス、あるいは、童話対策事業などがある。 国土交通省指定の対象地区内に存在する住宅を地方自治体が買い取り、新たな改良住宅に建て替えた後元の住人に定額にて対応する。原則として改良前の建物の居住者は改良住宅に住む権利を有する。通常の公営住宅は公営住宅法に基づいて国などの補助を受けて建設した低廉な家賃の賃貸住宅のことである。 改良住宅は特に細い路地にバラックなどの老朽住宅が密集しているなどして大地震の際に多くの被害が予想される火災の危険があったりその際の消防車の侵入が困難となる生活インフラが未整備であるなどの理由で国土交通大臣が改良地区として指定した地区において住宅地区改良事業として老朽住宅を取り除いて当該地区を 整備改善する際に住宅を失うこととなる従前の居住者のために建設された住宅のことである。ただし、住宅地区改良事業により住宅を失った者が住まなくなった部屋について、地方自治体が改良住宅の空室を公営住宅法に基づく公営住宅とみなして一般の低所得者を住まわせることもできる。 かつて炭鉱労働者向けに建築された炭鉱住宅が炭鉱閉山に際して地方自治体に買い上げられ改良住宅として建て替えられる事例もある改良住宅が老朽化するなどしてさらに住宅の更新が必要になった場合に改良住宅等建て替え事業として改良住宅の代替住宅として建築された更新住宅もあるその他地域の実情に即した 改良住宅群も存在する。北海道に固有のもの、小樽市など漁業で栄えた町では、もともとガラックの店舗が集まった市場があった場所に集合住宅兼商店として建てられている例が多く、市場と称する例が多い。地上階に個人経営の商店がテナントとして複数入居し、2階以上が集合住宅となっており、 商店の経営者の家族らが居住するようになっている。ただし南オタ市場のように、一個人や市場の組合員の自助努力によって建てられたものの、住宅部分を自治体が買い取り改良住宅と呼称する例もある。阪神・淡路大震災の被災地区に固有のもの。童話地区の環境整備を目的として、1969年に成立した。 童話対策事業特別措置法により、林保館などと合わせて建築された改良住宅。童話対策事業を参照。改良住宅夕張市ホームページ。北海道対抗汽船が建設した炭鉱住宅を夕張市が建て替えた例。改良住宅や更新住宅について知りたい。宇都宮市ホームページ。ありがとうございます。